ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、ある廃屋で起こった恐怖の体験談だ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、廃屋探検だ。廃屋探検、そのままの題名ね。この話は、とても恐ろしくて面白い話だ。最後まで気を抜かずに聞いてほしい。では聞いていただこう。小学生の頃、俺は友達と二人で廃屋探検に行きました。ターゲットは、町内でも田舎な地域にある家で、結構新しいのに無人。前の住人が自殺したとか殺されたとか、そういう噂が立っているところでした。学校が終わってすぐその家へ向かう段取りだったのに、俺が職員室に呼ばれて説教を食らっていたせいで、出発が随分遅れました。しかもコンビニ寄って立ち読みしてたりで、現場に到着したのは夕方6時頃。広い産業道路沿いの一角の塀に囲まれた一軒家です。周囲の空き地はススキが茂り放題で、いかにも空き家って雰囲気。俺は遅くなると怒られるよなぁと資金入ってたんですが、友達はやる気満々です。軽々と塀を乗り越えた友達は早速玄関のドアをガンガン引っ張りました。でも開かない。二人で手分けして入るところを探したんですが、窓は雨戸用のシャッターが閉まっているし、裏口には鍵がかかっているしで、とても入り込めそうにありません。この時点で俺は半分諦めてたんですけど、相変わらず全力投球な友達に気を使い、一応やる気のかけらぐらいは見せておこうっていう軽い気持ちで、引いてダメなら押してみろってな、なんて言いながら玄関のドアを押してみました。すると信じられないことにあっさりと開き上がったんです。マジか、嘘やろう。友達がダッシュで駆け寄ってきました。ボルテージは最高潮です。これは何かあるでーなどとつぶやきながら余裕の土足で上がり込んでいきます。仕方なく俺も後から家の中に入りました。初秋で外は結構明るかったのに、家の中は薄暗いというよりほとんど真っ暗でした。俺の持ってきたキーホルダーの豆球が頼りです。探検ムードは盛り上がるばかり。うわ、突然ある部屋の入り口で先行していた友達が後ろに飛びのきました。恐る恐る中を覗くと、部屋の真ん中に人影が見えました。俺らとためぐらいの子供が懐中電灯を持ってこっちをじーっと見ています。白っぽい服を着た見慣れない顔の女の子でした。お前誰や？友達が聞きました。でも返事はありません。何してるんや。今度は俺です、探検。その子がぽつりと言いました。いつここに入ったんや。また友達が聞きましたが、女の子はそれを無視して、ここはまだ入り口なの、でもこの奥にと、そこで言葉を切り、部屋の奥にあるドアを指さしました。一緒に行きましょう。それを聞いた友達はその扉に向かって突き進んでいきます。俺は気味が悪かったけど仕方なく後に続きました。女の子が俺の後ろからついてくる気配がしました。ドアを開けると、机と椅子が置いてあるだけの書斎みたいな部屋でした。別に変わった感じはしません。なんもない、普通の部屋やな。友達が言いました。残念。突然、女の子が妙に明るい声を出し、俺はなぜかゾクッとしました。ここのアイテムは私がゲットしました。そんな風に言って、ポケットから写真を何枚か取り出しました。なんやそれ？壁に貼ってあったの。そう言って見せてくれた写真は、おっさんが何人か写ってる写真でした。ただ、どの写真も背景がべったりと黒一色に塗りつぶされていて、それが不気味でした。うふふふ、おかしな写真よね。女の子の妙に明るいノリも気になります。次はこっちよ。俺たちは、女の子に引っ張られる形で家の中をうろつきました。どの部屋もほとんど真っ暗なんで、俺の小さいライトで届く範囲しか見えません。女の子は、なぜか懐中電灯をつけようとしない。それでも目が慣れてくると、なんとなく様子がわかるようになってきました。なんてことのない、普通の部屋ばっかりでした。いい加減飽きてきて、もう帰ろうと言いかけたところで、廊下の突き当たりのドアの前に来ました。そのドアが変です。よく見ると、ドアの上の方、ちょうど小窓がありそうなあたりに、分厚い木の板が釘で打ち付けてあります。ノブのところには、蝶つがい式の鍵と軟禁錠。まるで、何かを閉じ込めているような様子です。南京錠は外れていたんで、俺が鍵を外してドアを開けました。長い廊下が先に続いていました。両側は板が打ち付けてあるばかりで、外の様子は全然見えません。渡り廊下かな？俺、友達、女の子の順で、暗い廊下を先に進みました。俺の後ろには友達がいるはずなのに、気配をあまり感じません。随分離れて女の子がついてきているようでした。時折、後ろから声が聞こえます。
妙に浮かれた口調で何か喋っていますが、内容はわかりません。突き当たりにドアがありました。さっきのと同じようなドア。小窓に板が打ち付けてあって、鍵もついています。ただ、こっちの鍵は、引きちぎられたように壊れていました。それを見た時に感じたのは、ものすごく嫌な予感です。それなのに、俺は一気にドアを開けたんです。真っ黒な部屋でした。真っ暗じゃなくて真っ黒。壁や床、天井もそうだったと思うけど、すべてが真っ黒に塗りつぶされた部屋です。隅の方に、写真が立てかけてありました。遺影みたいな感じの人の写真。でも、はっきりとは見えませんでした。それよりも目を奪われたのは、ドアから見て右側の壁。そこに押し入れがあって、こっち側の戸が開いていました。中にはキノコが生えています。ぬるぬると下粘液に包まれた、赤黒い小さなキノコ。それがびっしりと、押し入れの床や奥の壁まで覆い尽くしていました。押し入れの床も壁も、ぬめぬめと光るゲルにまみれて、内臓みたいに見えました。出来の悪い悪夢のような光景に、吐き気を覚えながらも、それに見入られるかのように、いつしか俺は中に足を踏み入れようとしていました。ああ。突然、耳元で声が聞こえました。入ったら死んでまうのに。低い男の声でした。背筋が急にゾクッとして振り向くと、目の前に友達の顔がありました。なんとも言えない表情です。悲しそうな、嬉しそうな、でも、どこを見ているのかわからない、うつろな目。部屋の中の光景とは違った意味で、俺は吐き気を催しました。それでも勇気を振り絞って、目の前の友達に声をかけようとしました。おい。その時、足首のあたりがひんやりとした何かに包まれました。そのままぐっと締め付けてくる、ぬるりとした柔らかい感触。何かが部屋の中から俺の足首を掴んでいる。うわあ。俺は思わず悲鳴を上げ、友達を押しのけて廊下を走りました。前方の暗闇に女の子の姿が見えます。あたりに響き渡る甲高い笑い声。もう恐ろしくて気が狂えそうでしたが、無我夢中で走りました。どこをどう走り抜けたのか、気がつくと俺は外に出ていました。しばらく走って、道路沿いの自販機コーナーでようやく一息つきました。ズボンをまくり上げ、自販機の明かりで照らしてみると、足首に異常はありませんでしたが、逃げ出す時にあちこちぶつかったのか、傷やあざがたくさんついていました。廃屋であったことについて、俺が覚えているのはここまでです。あとは、家に帰るのが遅くなって、親にひどく叱られたことぐらい、多少の脚色はありますが、95% くらいは本当にあった出来事です。こうやって整理してみると、改めて気づいたことがあります。それは、記憶がかなりいい加減だなってことです。なんというか、アンバランスで歪なんですよね。鍵のかかったドアや、女の子に見せてもらった数枚の写真。そういうディテールは、細かいところまではっきり覚えているんですけど、家の中の様子なんかは曖昧な記憶しかない。ただ、感触っていうか、感情っていうか、怖いとか、気持ち悪いとか、そういう記憶が残っているだけなんです。廊下の突き当たりの部屋に関しても、黒い部屋だっていう印象ばかりが強くて、中がどうなっていたのかは、ほとんど覚えていない。部屋に写真があったのは見てるけど、どんな写真なのかは、わからないんです。ドアを開ける前の嫌な予感だったり、足を掴まれた時の感触だったり、そういう自分の感じたことは、昨日のことのように蘇るんですけどね。例外は、押し入れの中の光景と、耳元の低い声、振り向いた時の友達の表情。特に友達の顔は、目に焼き付いて離れないくらい、はっきりと覚えていたんです。ところが、あの後友達がどうなったのかは、覚えていない。だから、気になって調べようと思ったんですよ。それが3日前の話です。名前もわからないんで、卒業アルバムで顔を探そうってパラパラめくりました。そしたらいないんです。記憶の中の顔と一致するやつが。そんなはずはない。あの時、学校で待ち合わせして一緒に行ったんだから、絶対同じ学校にいるはずだって、何回も見直したんだけど、いない。そこで、改めてその友達の顔を思い出そうとしたんですが、黒い部屋の前で振り向いた時に見た顔以外、全然思い出せない。うつろなあの表情が、俺の中に残された記憶の全てでした。それだけじゃないんです。ずっと仲のいい友達だったと思ってたのに、そいつと一緒に遊んだ思い出が、その廃屋へ行った時のものだけだってことに、その時、初めて気づいたんです。そんなアホな、そう思って、もう一度アルバムを送るうちに、あるページのところで手が止まりました。そこには、あの廃屋にいた女の子の顔写真が載っていたんです。慌てて他のページも確認しました。その顔は、卒業アルバムの至るところに載っていました。名簿には、ちゃんと名前も住所も書いてあります。正体不明だと思っていた女の子の存在を確認したことで、俺の記憶は、いよいよあやふやなものになり下がりました。少し迷ってから、俺はその女の子、仮に A とします、に、連絡を取ることにしました。
幸い母親が A の携帯番号を教えてくれたので、早速電話してみました。最初は怪訝な口調だった A も、事情を話すと、ああ、あの時の、と思い出したようでした。ていうか、聞いてみると、A はあの時のことを克明に覚えていました。A はあの日、あの廃屋の近所に引っ越してきました。で、辺りをブラブラするうちに廃屋を見つけた A は、塀の隙間から中に入り、すでに開いていた玄関から上がり込んで、探検を始めたそうです。やがて書斎みたいな部屋で、数枚の写真を見つけました。それを見ているうちに、持ってきた懐中電灯の明かりが消えてしまいました。それで少し怖くなり、探検を続けるか迷っているところで、誰かが玄関のドアを開ける音が聞こえてきました。てっきり大人が入ってきて怒られると思って、身を固くしていたところ、現れたのが自分と同じくらいの年頃の子供だったので、ほっとしたそうです。安堵感でちょっとハイになった A は、探検を続けるように持ちかけました。あの時のちょっと芝居がかった仕草は、多少の演技を交えて好奇心を刺激する、A の作戦だったわけです。女ってのは、つくづく怖い生き物だと思う。その甲斐あって、現れた子供と A は一緒に家の中を探検し始めました。そこで二人になったから、探検続けてしもたんよ。あそこでやめてたら。え、ちょっと待って。俺は慌てて聞き直しました。二人って。だから、私と〇〇くんの二人やんか。他に誰がいるっていうの？一緒に廃屋をさまよううちに、A は俺の行動がおかしいことに気がつきました。誰もいない方向に向かって話しかけたり、誰かの後を追うように歩いたり、そういうのが気持ち悪くて、A は少し離れて俺の後ろをついて回りました。やがて、あの渡り廊下に差し掛かったあたりで、喋り声が聞こえてきました。A はてっきり、俺が独り言をつぶやいているんだと思ったそうです。こいつ本当に大丈夫か？ A の恐怖心は、一気に膨れ上がりました。そして、俺が黒い部屋のドアを開いたとき、A はものすごい悪臭を嗅いだのです。思わず口を押さえ、後ろを向こうとしたとき、低い男の声で、死んでまうのに、というのが聞こえました。見ると、俺がうつろな目をして、こっちを向いている。真っ黒な部屋を背にした俺は、背景を黒く塗りつぶされているように見えました。まるで、あの写真のように。それで、A は振り向いて逃げ出したのです。俺と同じく、夢中で逃げるうちに、いつしか自分の家の前まで来ていたそうです。A は、それからしばらく、悪夢に悩まされました。その後、学校で俺を見かけることはあっても、あの時のことを思うと、声をかける気にはならなかった。だから、今日までの俺は、A のことを覚えてなかったんです。最後に A がこんなことを言いました。でもね、こういうこと言ったらなんやけど、〇〇くんの言う友達っていうの、今もいるんだよきっと。え？ほら、さっき二人、って聞き直した時あったでしょ？あの時、〇〇くんの声にかぶってたよ。マジでって。低い男の声。まさか、友達の方とはね。ああ、まさかの展開だよな。でも、投稿主には、まだ友達がついてそうよね。皆さんはどう思われましたか？コメントもらえると嬉しいぜ。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。